皆さんこんばんは。よろしくお願いします。ガエルチャンネルです。よろしくお願いします。さあ月曜日の練習会やってまいりました。ハンガロリンクですね。こちら12周のレースをお届けしたいと思います。予選のポールポジション永井さん、2番手がスキップ実証、3番手が広之さんですね、4番手がガエル選手、ね、もう1人ぐらい、右の前方のグリッドで外人さんがいたと思うんですけど、欠席ですかね。で後ろになんとノリマル中島さんですね。そしてスキップおじさん、支店のヒロさん、そして7番手に秀樹さんという、グリッドになってます。まあ、ハンガロインクガイル選手あんまり得意ではないんですけど、まあ、たまたまですね、5番手、まあ、繰り上げで4番手ですかねのグリッドにつくことができました。それでは行ってみましょう。レッドシグナルからスタート。ちょいガイル選手反応鈍いかな。でもそうですね、周りみんな大丈夫ですね。後ろのアキラさんの反応がいいか。これはなちょっとブレーキングなんか不安ですね。ちょいずらしておきましょう。うん、 OK。 なかなかねこう前方に別の車両がいるとブレーキングマーカーをね見逃したりしがちで、で1コーナーで大混乱とかねありがちなので、それだけは注意ですね。さあこのね永井さんとスキップ実証、もうこの別格の2人、ここにねどれだけついていけるかですね。ウッドトゥーよね。このねテレメトリー見ていただけると分かると思うんですけど、やっぱね1周目はねリアがブレイクしやすいので、両踏みがね、危ない危ない、アクセルをちょっと入れながら、ブレーキングをしていくと結構リアがね落ち着いてくれるんですよね。そこが小技ですね。スキップババ以外でも使えるテクニックになっております。この辺りもねリアが砕けやすいですよね。うん、さあ前の2台から徐々に引き離されつつありますかね。あ、これ前のひろゆきさんはオフトラック今ついてますね。このハンガロリンクもなオフィシャルで、油断してるとねオフトラックがどんどんついていきそうなので注意が必要ですね。お、これは、まあ、大丈夫ですね。結構前よくひろゆきさんの進入苦しいかなと思ったんですけど、そうでもなかったですね。さあオープニングラップ終わって2周目に突入ですね。これはスリップに入ってますけども、まだ様子見ですね。後ろ後続のノリマルアキラさん、なかなかちぎれないですね。今回はなかなかこれはしぶとい強敵かもしれない。これ前の2台もう1秒差がつきましたね。これは、このひろゆきさんはじめとした我々第2グループ脱落ですね。これはおこれはオーバースピード、微妙やめとこ、もうちょい様子見ましょう。あそこのね、試験員もうだいぶ、もう3シーズン目ですかね、だいぶ走り方分かってきた気がしますね。というのも今までこうまいクリアの仕方分かってなかったっていうのはですね、よく分かりますね。結構またいでよかったんですね、あの試験員。さあこれも行ってみよう。さあこれはイン側、引いてくれましたね。さあこれはツイッターでいつもひろゆきさんの投稿にいいねを
しっかり押してあげているこのお返しでしょうか。うん、さあこれはしかしスリップハイライトる感じしますね。さあまだまだレース3周目ですね。これは来ますね。じゃあアウト側で粘ってみよう。ホトトギスちょいレイトブレーキング気味にしてアウト側ですね。さあまだ並んでますね。まだサイドバイサイド、これはガイレ選手有利か。うん、アウトが粘ってますね。まあ、アウトが粘ってますね、これ。さあ、今ね、タイヤがちらっと見ましたけど、まだサイドバイサイドですね。これでどうだ。ああ、引いてくれましたね。うわ、危ない、オフトラック。大丈夫、ペナルティついてない。ガイル選手で、ね。今ブレーキ遅れて苦しかったんですけど、ひろゆきさんも釣られてですね後ろに飛んでいきましたね。今ねソーセージ踏んでしまいましたけど大丈夫ですかね。フロントウィング曲がるとねだいぶ不利になるので、ちょっとあそこの試験のソーセージどれぐらい踏んでいいのかまだよく分からずといったところですね。さあ後続はのりまるさんに代わって、でその後ろにひろゆきさんがついてきてるという展開ですね。おっと後ろのアキラさんがミス。後ろ2台が争ってますね。道理でタイムの、ね、ギャップが開いていくだと思ったんですけど、いいぞいいぞ、もっとやれ。そうですよ、練習会ですからね、どんどんバトル、ね、してこの経験値を上げていく、これがですね目的となっておりますので、ぜひ、ね、10秒差がつくぐらいまでね、もうガンガンやってほしいところですね。さあレースは4周目、ちょっとねブレーキング遅れましたね。さあ後続はひろゆきさんがまた前に出ましたね。うん、ようやくタイヤも温まってきましたかね。ひろゆきさんとのギャップが 1.1 秒差。ですよね、意外とまたいでも大丈夫っていうのが分かって、さあ前方の神々のお二方はもう4秒近く前まで行かれてしまった。これはね追いつかないですね。最終コーナー結構ねここ苦手なんですよね。温まってくるとねもう1速で大丈夫なんですけど、やっぱり1周目2周目はね2速で結構粘った方が、で加速の時にね1速に、シフトダウンするっていうフォーミュラ B スタイルの技がね、グリップ低い時は使えるような気がしますね。さあレーサー5周目、後続のひろゆきさんがどれぐらいでしょうね。2秒差、いいですね、結構つきましたね。よしよし、これでこそ月曜日の練習会。このハンガロリンク、第、ね、3シーズン目になって、まあ、だいぶ走り込みもできてきたかなっていう気はしますけど、これはですねやっぱ練習になるサーキットだなと思いますね。特にねブレーキングの練習になりますね。このうまいブレーキング、まあね、
ステアリングさばき、アクセルワークももちろんあるんですけども、やっぱね、このうまくこう車の姿勢を作ってちゃんとタイヤを設置させてっていうのがね、なかなか奥深くて、このブレーキングをね、試行錯誤するのがとてもね、楽しい、このね、もう噛めば噛むほど美味しいみたいなね、まるでスルメみたいなサーキット、これがハンガロリンクかなと思いますね。うん、今のソーセージ大丈夫そうですね。うん、以前はですね、日本酒のあてにね、スルメ、まあ、当たり目、とかを、食べてってのは結構好きだったんですけど、やっぱね、年を取るにつれてね、もうガイル選手だいぶおっさんになってきたので、うん、最近ね、日本酒はやっぱちょっとね、度数が高いんですよね。なので、地酒、生原酒系の日本酒なんか非常に好きなんですけど、最近ね、めっきり飲む機会が、少なくなってしまいました、ガイル選手ですね。うん、日本酒は、そうですね、好きなブランド、うん、ちょっとね、今当時さんが変わってしまったんですけど、神奈川県の、ザルソー蓬莱とか昇竜蓬莱を作ってる、何酒造でしたっけ、忘れました。お酒のねブランドだけ覚えてるんですけど、あとはね、まあ、あそこはね、生原酒がやっぱり結構特徴的で、度数を抑えたね、度数12度のクイーンとかいうね、ああいうお酒は結構美味しいですよね。あとは火入れしたお酒が、まあ、結構主力商品なんですけど、伏見のね、京都伏見の、沢屋松本、あそこもね結構、うん、奥深い世界観があって好きだなと思ってますね。まあ、なかなかね結構いいお値段する、うん、ところなんですけど、まあでもね、日本酒はねワインの世界に比べると非常に、お手頃でね、もう一升瓶で買うと、うん、なんかね、ワイン2本分というか、4合瓶2本分の価格でさらに、2合ついてくるみたいなね、すごいお得 で、うん、でガイル選手はこう、ね、自宅に、まあ、大きな冷凍庫というかマイナス5度で、保存できる業務用の200リッター冷蔵庫とかを、ね、買って、そこで日本酒を、5升とか6升とか送料無料ラインになるまで、買い込ん で特に年の初めですね、新酒のシーズン1月とか2月に、注文して、でそれを、冷凍庫、ね、まあ、氷温貯蔵の冷蔵庫に入れといて、まあ、小分けにして楽しむというスタイルをやってたんですけど、まあ、何せ最近あまりお酒を飲まなくなってしまって、もうこの氷温貯蔵を、ね、もうちょっとこう温度を下げて、今は主にお肉とかですね、まあ、お魚はあんまりないですけど、お肉とか、まあ、スパイス系ですね、そういったものを保存するのに使っていたりしますね。お肉も業務用スーパーで、まあ、大量に冷凍で、ね、買って、特に、鶏肉なんかはね、鶏もも肉なんかは冷凍でたくさん買うと、結構スーパーで買うよりも安上がりだったりしますよね。うん、あと好きな日本酒ブランド、まだね後ろひろゆきさんが 2.3 秒差なので、ね、日本酒談義を続けてもいいと思うんですけど、あとは名前が出てこない、これはボケている証拠なのか、ですね、あ、ダメだそうですね、他よく飲んでたの、はい、名前出ないんでこの辺りやめときます。 あとね、千金とかね、結構有名な千人の花金類の金で千金っていうのが好きなんですけど、まあ、あれは、まあ、頑張れば買える、そこまでプレミアの、ね、入手困難ではない日本酒で、まあ、あっさりして、やはりねこう程よい酸味と甘みがあって、そう酸味がねやっぱ日本酒こうね、古いこう当時さんなんかは酸味ってやはり嫌われるので、そういった方向にはしないことが多いんですけど、やっぱね、うまみと酸味ですよね、そこは非常に大事で、あとはねガスのプチプチ感なんかあると、もうガイル選手ね大好物の日本酒になってきますね。うん、千金はね、まあ買えますけど、あと14台はねなかなか買えないですよね。なのであんまり飲んだこともないんですけど、まあ、ただこう普通に飲んだ感じでは、
まあ、そこまでこうなんかプレミア価格出してまで買うお酒でもないというか、まあ、もっと他にねいろんなお酒買えるんじゃないのとは思いましたね。あとはね、なんかあの濁ったドブロクまではいかないんですけど、サムキクラウディですね。もしね、度数がちょっと低くてこうちょっとマッコリっぽいというかですね、ちょいまあ、まるで大人の飲むヨーグルトみたいな、そういったですね濁り酒で度数がちょっと低くて、ちょっとプチプチっとしてて、シュワッと甘みがあってっていうですね、サヌキクラウディですね。あれも、とても好きで、確か、四国の、今治のあたりでこう鶏の丸焼きとか有名なんですけど、そういった鶏料理と合うように、作った日本酒ですということで、あれもですねなかなか美味しいですよね。まあそんな感じでですね、最近はもう食事の時は、前お2台すいません、なんといやいやいや、なんとバトルの練習がヒートアップして2台コースアウト。っていうことはちょい落ち着いて落ち着いて、いやガイル選手もしかしてトップと思ったらこう心の乱れが、行き過ぎ、落ち着いて、この心の乱れはハンドリングの乱れ、やばい、だいぶロスってしまいましたけど、これ、後ろのひろゆきさんが 1.2 秒差、これはまずい、今、結構な感じでロス してしまいましたね、この平常心を持ってドライビングすべきところをだいぶロスしてしまった、ここはもう1回気を取り直して、プッシュしていくしかない。そう最後に、ね、お伝えしたかったのが、ノンアルコールビールですね。結構いろいろ飲んできたんですけど、最近はベリタスブロイっていう輸入の、ノンアルコールビールを飲んで、あれ結構、ね、安くていいんですよね。日本で買えるノンアルコールビールはちょっと今一つ味が今一つっていうのと、というわけで、はい、最近は、ね、ノンアルコールビールばっかり飲んでますね。あとはブルターニュ地方の、ね、ノンアルコールのシードルとかも美味しいんですけど、またこれは次の機会にということで、ね、ひろゆきさんが追い上げてきてますので、ちょっと、ね、真面目にやんないとこれはまずい。 0.8 秒なんで、これそろそろ、ね、スリップ効いてきそうなんですよね。これが、ね、嫌なところですね。ここの下りも、ね、ずっとこうブレーキング軽いブレーキングするだけじゃなくて、最後ねこうアクセルを抜くだけでブレーキングもしないってなると、リアがねいい感じで出てくれるので、それをこう方向転換のもう最後のね仕上げというか、アクセルオフの手前の方向転換に使ってたりしますよね。なので本当ね、このハンガロリンクは路面ミューが、低いですけども、その分ねこういろいろテクニックをのね披露しがいがある、そういったサーキットになってますね。さあ今試験悪くないんですけど、まだひろゆきさん 0.8 秒差で食らいついていきますね。おお、今の、ターン11で 0.2 秒3秒詰めてきましたかね。これはまずい。さあこれはスリップ入られ状態でしょうか。おお、来ない、これは様子見なのか。まあこれは味な真似をまだね、残り2周ありますからね、
違いますね、これ残り3周ですね。なのでまだまだ、そんな焦って仕掛けなくてもいいというふうにね様子を見てるんでしょうけど、これはね嫌ですね、こういうことやると。やっぱね性格の悪さがねこうなんか垣間見えると言いますか、うんまあね、ガイル選手もあの同じようなことをねよくしてるので人のことは言えないんですけど、さあこれは、まあ、来ないですね。おっとっと、危ない危ない危ない、このねターン5、今のターン5決まるととても気持ちいいコーナーですね。さあちょいギャップを広げたでしょうか、 0.4 秒差。ああしかし 0.2 秒に詰めてきましたかね。さあここからですよね。さあこの 0.2 秒差のギャップ、これは厳しいはず。さあこの周回は、ああ来ましたね来ましたね、残り2周。ここはね粘るんではなくて、うん、1回ね交代しておきましょう。でファイナルラップでねまたブスッとイン側を刺してオーバーテイクして、でテーマソングを流す、これがですねやっぱりね一番いい作戦かなと思いますね。さあまだ慌てるような時間じゃない。お、うん、これはうまいこと残りましたね。やっぱりねひろゆきさんもあのタイヤがね冷えてるうちは結構ね危なっかしいところがまだまだあるんですけど、温まるとね早いですよね。うん、なんか脱出のね加速はいいですね。おお、なるほど、結構ギャップ空きましたね。なるほどね、やっぱ遠赤を使った方がいいのかな。ここも、うん、ここはそんな変わんないかな。で多分今オフトラックついてますもんね。さあここらやな最終の、うん、はい、これはスリップ入れない予感。これは遠い、あやっぱ最終セクションがね早いですよね。さあこのギャップ 0.7 秒差はスリップで詰まっていくんだろうか。ファイナルアップです。おっと遠い、うん、遠いけどちょい詰めた、ちょい詰めた 0.4 秒差。うん、いいじゃないですか、これはスリップ入れてますよ。うん、あちょい苦しそうですね。さあここはツイートしないように、あ苦しそう。よしこれチャンスあり、チャンスあるけどどこで、おー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 、いかん、うん、
今ちょっとミスったんですかね。さあこれは、これはサスペンション壊れてそうですね。ちょっとね待とうかなと思ったんですけど、すいません先行きますこれはね、まあもちろん走塁ボタン押しましたけど、あれはね、あれははい、とりあえず自分のことは棚に上げといて、あれはねもうしゃあないですね。レーシングアクシデントですね。もうガイル選手は絶対にこうね、ギャップを開けられたくなくて、もう爪爪で行くぞっていう状態で、やっぱ前の方で、ミスがあると、もうこれはね反射神経良ければ避けられるんですけど、もうガイル選手おっさんなんでね、すいません、避ける、ね、反射神経なかったです。もうなのでぴったり疲れたらミスをしないっていうのがね、もう絶対条件になるので、そうするとねやっぱ後ろにいる方がね有利なのかなっていう気もしますよね。はい、というわけで、3番手フィニッシュでしたね。はい、で優勝はこの乗丸明さん、美味しいですね。2番手が新さん、3番手が荒選手、4番手がヒロさんと、正彦さん、敏夫さんと、はい、いう、結果になりました。ひろゆきさん、君はいい友人だったが君のお父様がいけないんだよっていうね有名なセリフがありましたけど、まあこれねオフィシャルあるあるなんでね、気をつけた方がいいですねと言いつつ、どうやって気をつければあれが避けられたのかはね、まあね絶対にこう鋼のメンタルでミスをしないことぐらいしかねちょっともう言えないですけど、はい、というわけで皆様もね、オフィシャルレース、気をつけていっていただければなと思います。よろしければチャンネル登録や高評価低評価ボタンを押していただけると嬉しいです。本日もご視聴ありがとうございました。ガイルチャンネルでした。